皆様こんにちは韓中国ですカナダ安全情報局のデビッド・ビニオ局長は2月9日中国共産党はカナダの機密事項を盗みカナダ国内の異なる意見を持つ人物に弾圧を加えることでカナダに全面的な脅威を与えていると述べましたトロント・産市によるとビニオ氏は2月9日に国際ガバナンスイノベーションセンターで行われた講演でカナダ経済のあらゆる面が 敵対的な外国政府の標的になっていると述べ、中でも中国政府とロシア政府が最も懸念されていると述べました。この2つの政府は、カナダの国家安全保障にとって最大の脅威となっているといいます。同氏は、これらの外国勢力に対して最も脆弱なカナダ経済の分野として、バイオ医薬品と健康、人工知能、量子コンピューター、 航空宇宙産業を挙げましたビニオ氏はまた中国共産党がフォックス半島を利用してカナダにいる性的を日常的に脅迫していることにも言及していますカナダ連邦政府関係者は中国共産党は戦略的目標を追求するために隠密かつ欺瞞的な方法でカナダに影響力を行使しており中国共産党と特定の国家はさまざまな政府機関や 非政府組織を通じて定期的に世界各地にいる地獄の居留民を脅迫している有名な例としては中国共産党当局のフォックスハントという行動がありこれは汚職との戦いだと主張されているが実際にはカナダにいる異なる意見を持つ人物に対して脅迫をしていると述べましたビ微オ氏は脅されている人たちは多くの場合 自分たちを守る手段が乏しく安全情報局を含むカナダの当局にこれらの問題を報告できることに気づいていないと述べました同氏はさらにファイブアイズのような志を同じくする同盟が同盟国の利益を守るために力を合わせているそしてカナダの公的機関企業部門学術界はこの国家安全保障の脅威に対して より広い社会的アプローチで力を合わせる責任があると述べファイブアイズとカナダ国内の協力の重要性を強調しましたビニオ氏は以前カナダにおけるロシアと中国共産党の隠密な敵対行為について議会の委員会に説明したことがあるがこれら2つの国がカナダにもたらす脅威について公に言及したのは今回が初めてだと 同志は報じていますご視聴いただきありがとうございましたよろしければ高評価とチャンネル登録をお願いいたします